水槽を泳ぐ魚たちと館内に映し出される幻想的な映像。プロジェクターで映し出される絵には、イルカやウミガメなどいろいろな海の生き物たちが表現されています。これは愛知県出身の光の切り絵作家、酒井敦美さんの作品と、南知多ビーチランドの水族館がコラボレーションしたイベントです。浦島太郎をモチーフに水槽のガラス面や館内の壁に切り絵が映し出され、本物の魚を見ながら楽しむことができます。あさってから始まるこのイベントは6月25日まで行われます。